はい、皆さんこんにちは。アメリカ心臓外科医の北原です。今回は、皆さんもご存知かもしれないですけれども、留学医師ライブっていう毎週土曜日夜9時に、放送している、海外で働く、主にアメリカで働く医師をゲストに招いて30分話を聞くっていう番組があるんですけれども、それをですね、アメリカ大使館に講演していただいております。ということで、今回はそのアメリカ大使館からですね、市川敦子さんと、あとはグレース・チョイさんにお越しいただきまして、現在アメリカ大使館が行っているそのアメリカ留学、アメリカと日本の交流を促進するような活動についてお話を聞こうと思っています。よろしくお願いします。それではまず最初にですね、アメリカ大使館の広報文化交流部教育人物交流担当官グレース・チョイさんからご挨拶をいただこうと思います。Please give us a few words as an opening speech, Ms. Grace. Hi everyone. My name is Grace Choi and I'm an American diplomat serving at the U.S. Embassy in Tokyo, Japan. It's wonderful to be with you today. Dr. Kitahara, the Team WADA staff,Thank you very much for having us here. And thank you to all of your viewers, especially those already serving as healthcare professionals. The work that you do is admirable, and even more so during these difficult times. I'm so grateful for your dedication and service. As you know, we are here today to talk about studying in the United States. Studying in the US is an experience that will enrich your life. What's more,We know that educational exchanges strengthen ties between the United States and Japan. Japanese healthcare professionals in the US enhance knowledge and skills that will contribute to the advancement of medical science, not only in America and in Japan, but around the world. And so, thank you, Team WADA, for providing information about studying in the United States to Japanese students through your various resources, like this YouTube channel.The Embassy's Education USA team, with dedicated advisors to help prospective students study in the US, is also here to help. Education USA offers accurate, comprehensive, and current information on post-secondary educational opportunities in all fields of study, from short-term courses to PhD programs. Our Education USA advisors are standing by to help you discover all the options available for you to study in the US.Please reach out to us to take the first steps in your study abroad adventure. We hope to talk with you soon. Thanks. Yeah, thank you for your like a great opening speech. We really appreciate your support for our channel. Thank you. ということで、ありがとうございました、グレース・チョイさん。ここからはですね、市川敦子さんにアメリカ大使館が行っているアメリカ留学の交流とかアメリカ留学を促進する活動についての話を聞こうかなというふうに思います。グレースさん、ありがとうございました。はい、アメリカ大使館、あとはそのアメリカ大使館が行っているエデュケーション USA っていう団体ですかね、なるんですかね、その説明をお願いします。はじめまして、エデュケーション USA の市川です。よろしくお願いいたします。エデュケーション USA は、アメリカの国務省、日本でいう外務省にあたりますけれども、教育文化局と呼ばれるところの支援を受けているセンターです。世界170カ国以上に400以上のアドバイジングセンターがあって、そのネットワークのことをエデュケーション USA と呼んでいます。エデュケーション USA は、先ほどグレースのお話の中にもありましたけれども、世界中にアメリカの高等教育について理解を深めてもらうべく、アメリカの認定を受けた大学院に関する正確で公正最新な情報を提供しています。エデュケーション USA、 日本のエデュケーション USA は、センターというか拠点が6つあります。アメリカ大使館、領事館を拠点としておりまして、ですので、日本の場合6つございます。札幌、東京、名古屋、大阪、福岡、沖縄の、6カ所に拠点を置いております。で、東京のエデュケーション USA に関しては、アメリカ大使館広報文化交流部とフルブライトジャパン日米教育委員会、フルブライト奨学金を行っている団体になりますけれども、その2つの共同での運営となっています。
で、私自身は、フルブライトのスタッフになるんですけれども、大使館の方で仕事をさせていただいています。まあ、私自身じゃあエデュケーション USA のアドバイザーとして何をしているのかということなんですけれども、エデュケーション USA アドバイザーとして、日米間の教育交流推進ということで、日本からアメリカに留学を希望される方々にはイベント、まあ、今すべてオンラインになっていますけれども、イベントですとか、ウェブサイト出版物を通しての情報提供ですとか、メールであるとか、あとオンラインでも個別の面談を行っているんですけれども、個別の相談であるとか面談に応じています。そこで皆さんご質問ですとか、ご相談に乗っています。またアメリカの大学関係者に日本のことを伝えるのも私たちの役割となっています。それが簡単に自己紹介兼、エデュケーション USA の事業案内でした。ちなみに日本で、まあ、アメリカ留学をしたいっていう人が、まあ、利用するんだと思うんですけど、どういう人たちが主に対象になってくるんですかね。高等教育がメインになってくるので、高校生、大学生、大学院生、社会人の方たち、また、高校生、大学生の保護者の方たちとかも含まれますので、まあ、結構幅広く情報提供していますが、まあ、大学生がイベント等を見ますと大学生が、まあ、一番多い利用者にはなっています。なるほど。大学生がアメリカの大学に留学をしたいとかっていうことをサポートする。そうですね、アメリカの大学に留学したいとか大学院とか。なるほど、なるほど、はい。ちなみにそのどれぐらいの人数が行ってるとか、あるいは相談に、まあ、実際にエデュケーション USA を介して留学をまあするとか、あるいはその大体その人数的にどれぐらいの規模でこうサポートしてるとかっていうデータとかあったりするんですか。私たちの利用者に関する統計というのは公表はしていないんですけれども、全体的な留学生の統計としてご紹介させていただくと、アメリカは、留学生の受け入れが世界中で第1位となっています。で、100万人を超える留学生が、アメリカの大学と大学院の課程だけでも勉強をしていて、で、日本からの留学生というのは、ここ数年ずっと第8位となっています。で、去年のデータでいうと 17,554人が大学、大学院の課程で勉強をしています。こうエリア的なものでいうと、中国からの留学生が一番多くて、アジアからの留学生が、まあ、7割を占めているっていう感じです。多分ここはそれこそ北原さん感覚としてどうですか？その統計と。中国人の人めちゃくちゃ多いアメリカに、まあ、学生、特に学生 の、 中国人。僕シカゴに住んでた時2年間、まあ、比較的シカゴ大学に近いところのマンションみたいなところに住んでたんですけど、シカゴ大学の学生、そこに住んでる中国人めっちゃいっぱいいましたね。まあ、別にそこがアジア人が多いって場所はなかったのに、ものすごい数の中国人の人がいて、まあ、みんな大学生なんですよね。だからすごいなんかわかんないけど、いっぱい来てんだなっていうのは感じましたけど、アジアからの留学生が7割なんですね。すごいですね。そう、7割と非常に多くなっています。統計の話を、もう少しさせていただくと、はい、その先ほど留学生数、総数で100万人を超えてるとお話をしたんですけども、留学生全体で見ると、学部課程で勉強している人と大学院課程で勉強している人がそれほど人数的には変わらないっていう感じになっています。とはいえ、学部課程で勉強している人というのが圧倒的にというか常に多いというのが、留学生全体としては特徴としてあります。うん、先ほど、ね、シカゴでもすごく留学生とかアジアからの留学生が見受けられたということなんですけど、留学生がじゃあどういう地域で勉強している人が多いかっていうと、留学生全体で見ると、カリフォルニア、ニューヨーク、テキサス、マサチューセッツ、イリノイ、ペンシルバニアというのが留学生の非常に多い州のとなっています。で、これだけで、半数以上を占めているので、この上位5州というのは非常に多くて、
日本人がどこに行っているかという統計は、公表されていないんですけども、まあ、過去には公表されていたこともあって、で、やっぱりアジアからというか、まあ、日本から行きやすいということで西海岸であるとか、あとハワイとか、まあ、あと留学生の多い州にはもちろん日本人も多いというような統計になっています。なので先ほどおっしゃってたあのシカゴ、イリノイも、上位5州には入っているので留学生が多いのかなと思います。カリフォルニアの方がニューヨークが多いんですね、はい、ニューヨークが一番多いと思います。あ、カリフォルニアの方が多いですね。やっぱりそれはアジアからの行きやすいからかなと思います。あと、この上位5州は、まあ、大学生も多かったりというのも影響はしているとは思うんですけれども、この上位5州は常にこの5州が多い感じになっています。なるほど。ニューヨーク、まあ、カリフォルニア、テキサス、マサチューセッツ。はい、はい。フィラデルフィアが結構頑張ってますね、ペンシルベニア。そうですね、はい。分野っていうと、まあ、大学なんで本当にバラバラかなというふうに思うんですけども、僕らは医療系の、まあ、留学を支援をまあやっているんですけれども、医療系だったりあるいはどういう分野の学生とか、まあ、留学っていうのが多い印象ですか？そう、先ほどあの留学生全体で見ると学部で勉強する人と大学院で勉強している人の数がそれほど変わらないというお話をしたんですけれども、日本人に関して言うと学部で勉強している人が半分と圧倒的に多いっていうのが結構特徴になっています。分野のお話ですけれども、分野で言うと日本人はその他というのが1位になっていて、で続いてビジネスで、その次が集中英語、社会科学、芸術の分野が入ってきます。なのでこれもこのその他っていうのも、まあ、その他に何が入るのかっていうのはちょっと微妙なところではあるんですけれども、まあ、種類があるわけですよね、その他っていうぐらい。なので日本人の場合は何て言ったらいいですかね、結構こう勉強したいものが、まあ、私たちも相談を受けていても思うんですけど、こう何かが突出して多いっていうよりも、もう本当いろいろな分野に散らばってる感じがします。留学生全体で見るといわゆる STEM って呼ばれるサイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、マスの分野っていうのが、上位に、留学生全体で見ると1位がエンジニアリングで、2位がマス&コンピューターサイエンスで、3位がビジネスってなってくるので、ちなみに4位が社会科学、ソーシャルサイエンスで、5位がフィジカル&ライフサイエンスなので、いわゆる医学系とかっていうのはそのフィジカル&ライフサイエンスの中に含まれてると思うんですけども、なので留学生全体で見るとやっぱりそういう理系の分野が上に上がってくるところ、日本人の場合多岐にわたっているっていうのが、まあ、特徴としているかなと思います。その日本人の、まあ、留学をまあ支援して留学していった人たちっていうのは、その後どういうふうな形の、まあ、転機をたどるというか、留学っていうのは一体どれぐらいの期間のものなのかとか、そういうのって把握っていうふうにされてるんですか？行った人たちがその後どうなっていくのかっていう。期間、どのぐらいの期間留学されてるとかっていうのも、それも統計が出てないので何とも言えないんですけれども、先ほどご紹介した日本人の統計で総数を見たときに、大学、学部、大学院、ノンディグリーっていうのがあったと思うんですけども、そのノンディグリーっていうのが学位取得目的ではない方たちの人数になっていて、そこのところがここ数年、去年は違ったんですけど、それまではずっと、増加の傾向にあって、でここの部分って、大学の交換留学とかも含まれたりするんですけども、日本政府、アメリカ政府両方ともがその日米間の交流を促進、留学生の交流を促進させようということで、結構日本政府も奨学金をそういう短期の、留学に対して出してたりというところもあったので、そういうのも影響して増えていたとは思うんですけれども、なのでそういうことを考えると、まあ、大学生の間に1学期間とか、1年間交換留学制度とかを使って行って、まあ、帰ってきてる人が多いのかなとは思います。比較的短期間の留学。はい。
エデュケーション USA とかいわゆるアメリカ大使館の、まあ、サポートみたいなものっていうのがあると思うんですけど、そのどういう、まあ、ことで困ってたりとか、どういうサポートみたいなのが多いんですかね。その留学をしたいっていうふうに言った人たちが、まあ、陥りやすいトラブルだったりとか、いわゆる困ることみたいなのを、まあ、もちろん助けてるんだと思うんですけど、どういう、まあ、事例が多いとか。私たちのところに、まあ、初めに来てくださるというかは、多分ウェブサイトを見てくださったりとか、それこそ、イベントに参加してくださったりとかだと思うので、まずは基本的な情報を知ろうっていうことで来てくださるというか、利用してくださっている方が多いかなと思います。基本的なところを知った後ってなってくると、もっとこうケース、個別のケースが知りたい経験談がってなると、留学生の方たち、経験者の方たちが作られている団体等が、まあ、チーム和田さんのようにあるので、そういうところに皆さん今度はどんどんアクセスして具体的な事例を知りながら進めていかれているのかなとは思うんですけれども、一番多い質問は奨学金に関する質問がやはり多くて、ウェブサイトのアクセスとかをやっぱり見ても奨学金に関するところが一番多いところではあります。なので、私たちとしては、私たちとして行っていることとしては、奨学金制度の一覧を作ったりとか、そういうことをして、情報提供をしています。ちなみにイベントってどんなものを行ってるんですか？はい、イベントはアメリカ留学経験者の方たちをお招きして、例えばテーマ別に芸術系の分野のセッションを行ったりとか、STEM に特化したイベントを行ったりですとか、これからこの春やるものに関してお話しすると、大学選択をする人向けに、大学選択って言った時に大学の学部課程でも、大学のタイプがいくつかあるんですけども、そのタイプを、まあ、読むだけじゃなかなかこう掴みきれないところがあるので、それを、アメリカの大学の人にを講師としてお招きして話していただいたりとか、あとコミュニティカレッジと呼ばれる公立の2年制大学があるんですけれども、アメリカの場合結構そこが、高等教育を非常に下支えしている部分ではあるので、そのコミュニティカレッジに特化した、イベントなども企画しています。あと、大学選択に関しては地域について、5つの地域についての説明会も行うので、それはそれこそ医療系の分野の方たちでも、その地域の特色の違いってなかなかわからないことではあると思うので、そういったイベントも参加していただけるとお役に立てるものがあるんじゃないかなと思います。ちなみに市川さんは留学経験はあるんですか？はい、ありがとうございます。はい、あります。高校1年生の時に初めてホームステイって行って、その後高2から日本の高校を辞めてしまって、アメリカの高校に編入というかをして、でアメリカの、大学を卒業してって感じです。はい。アメリカに行きたかったんですか？アメリカ、そうですね、海外に行きたかったですね。今日、まあ、話題に出てお話ししようと思ってたのが、はい、ひょっとしたら高校生とかも見てるのかなと思って、はいはいはい、私理系だったんですけど、はい、で高校生の時に理系だとなんで高校時代に留学をする必要があるんだっていうのをすごい先生に言われ、時代的にかなり前なので、はい、先生たちのこう意識も古かったっていうのもあると思うんですけど、留学するタイミングって本当人それぞれだと思うので、北原さんみたいにその社会人になられてからっていう方もいらっしゃれば、高校生の時に高校留学を短い期間されるっていう方もいらっしゃって、必ずただそれがどういうタイミングで行かれても、必ずこう人生の何らかの糧になると思うので、タイミングは人それぞれですが、まあ、いつかのタイミングで皆さん留学してもらえるとこう視野が広がったりするんじゃないかなと。本日はいろいろな貴重なお話をいただきありがとうございました。エデュケーション USA アメリカ大使館のホームページだったりサイトはこの下の説明欄にびっちり書きますので、興味ある人はぜひ覗いて、もし
市川さんと話したいなと思ったら、あのメールで説明あの聞きに行ってみてください。あのたくさん多分いるから市川さん選べないかもしれないけど、あのひょっとしたら市川さんに当たるかもしれないんで、あのぜひやってみてください。あのそれではまた、はい、ありがとうございます。はい、さようなら。